第3章。おめえはおしまと言うんだな。はい。二人の前へ小さく座ったのは25、26の寂しい女でした。顔形は端麗と言ってよく、道具の揃っていることは抜群ですが、血色がひどく悪い上に、愛嬌や世辞をどこかへ振り落としたような無表情で、を相対していてもなんとなく一種の圧迫を感じるような、底の知れない寂しさがムラムラとこの女の体から湧き起こるのです。ゆんべどんなことがあったか話してくれ。お客様がお帰りになりましたので、私が参ってお掃除をいたしますと、一杯召し上がるとおっしゃって、ほんの一合ばかりつけて差し上げましたが、毎朝据える灸を忘れていたが、肩が凝っていけないから、今からでもやってくれとおっしゃって、肩と三里に据えてあげました。それから男を述べて、四つ少し過ぎに私は引き取りましたが。お島の話は飽き飽きしております。離れの戸締まりは主人がご自分でなさいます。今朝五つ過ぎになっても戸が開かないので、番頭さんと小僧と二人がかりで雨戸を押し倒して入ると、あの始末でございました。すると鎌谷半兵衛は自分で閉めた離れの中で、姿の見えぬくせ者に隣の部屋から鉄砲で撃ち殺され、くせ者は戸の隙間からでも逃げ失せたことになります。ゆんべ鉄砲の音がしたはずだが。私が母屋へ引き取って小半時ほど経ってから、どこからともなく恐ろしい音が聞こえました。まさか鉄砲とは思いません。花時でもあり、多分雷だろうと、みんなでそう申しながらそのまま休んでしまいました。その音を聞いた時、母屋じゃみんな顔が揃っていたんだな。はい、大抵揃っていたようでございます。大抵？ご心臓のお袖さんはまた頭痛がするとおっしゃって、よいからご自分の部屋に引きこもりました。ところでおめえの小国はどこだ？平治の問いは唐突でした。長崎で生まれましたが。江戸へ来て何年になる？5年ほどになります。お島の答えには何のよどみもありません。そんなことでよかろう。そのお袖さんとやらも呼んでくれ。お島は黙って引き下がりました。その後ろ姿が見えなくなると、どこから出てきたかガラッパチの物々しい顔が。若旦那の初太郎の嫁のお袖が殺された舅の半兵衛の気に入らなくって、出すの引くのと言っていたそうですよ。こう平次の耳にささやきます。うん、そんなことがありそうだと思ったよ。もっとも若旦那の初太郎はそんなことがあるや女房と一緒に家を出ると言っていたそうで。そんなことを言っているところへ嫁のお袖が出てきました。21というにしては少し初々しく、健康で明るくて、心配も憂いも聞かない姿ですが、それだけ愛嬌者で誰にでも好かれそうな女です。若さと恥ずかしさと恐ろしさに苛まれて、何を聞いてもはかばかしい答えはありませんが、舅と半兵衛との仲はあまり良くなかったらしく、突っ込んで聞くと、どうせ至らない私ですから、と涙ぐむばかりです。そうかと言って急にこの家を出るという話ではなかったらしく、昨夜のことはお島や伊八の話と不説を合わせたように同じです。ゆんべ頭痛がすると言って早く部屋へ引き取ったというじゃねえか。ええ、どうにも我慢ができませんでした。部屋から外へは出なかったのか？滝五郎が口を入れました。ええ、無造作にうなずきます。若旦那の初太郎というのは23歳の良い男ですが、父親の半兵衛の鋭さ、したたかさとは荷もつかぬ典型的な坊ちゃんで、何を聞いてもお袖以上に埒が飽きません。色白で華奢で少しどもりで、女房大事というほかには欲も意地もないような姿を見ると、独り者を見えにしているガラッパチはすっかり気を悪くして、縁側からペッペと唾ばかり吐き散らしております。第4章。銭形の親分、星の見当は？
人当たり調べが済むと待ち構えたように滝五郎は言うのでした。困ったことに少しもわからねえ。平次は頭を振りました。三十をやっと越したばかりの苦み走った顔に深々と憂鬱なしわを刻みます。あの嫁が変じゃねえか。戸締まりの厳重な離れに減れるわけはねえ。減っても出る工夫がねえ。すると下手人は仏様より他にねえ。あの木彫りの仏像が鉄砲を膝だめにしてからかみ越しに鎌や半兵衛を殺したと見るほかはねえ。そんなバカなことが。滝五郎は一応笑い飛ばしましたが、くせ者の逃げ道がわからないと仏様を下手人にするほかはありません。それより底辺なことがあるかもしれねえ。あち、ゆんべ離れへ来たお武家の身元がわかる工夫はねえか。店中の者は言うまでもなく近所の衆へ聞いつくれ。友の者が三人で何千両という金を持ってきたはずだ。提灯の門とかお供の反転とか何か目印があるだろう。へっ。八五郎は飛んで行きました。その後で平次はもう一度支配人の伊八に会って、近頃の大きな取引から荷の入り具合、手紙のやり取りなど念入りに尋ねましたが、随分念入りに秘密が保たれたらしく、昨夜の武家の身元を暗示するものは一つもありません。親分、驚いたの驚かねえな。間もなく八五郎が戻ってきました。何驚くんだ。ゆんべのお供ですよ。提灯は手ぬぐいで鉢巻きをさせて紋所を隠してあったし、主の者の反転はみんな裏返しに来ていたそうで、企みは不敬な。こう聞くと相手の容易ならぬ用心に平次といえども手の下しようがありません。ゆんべの武家が苦勢というのか。滝五郎にとっては平次が昨夜の武家にばかりこだわっているのが気に入らなかったのでしょう。容易ならねえことがあったらしいよ。俺は何とかしてその武家の身元が知りて。武家は五つ半には消えてるぜ。鉄砲の音のしたのはそれから一時も後だ。箱のように念入りに戸締まりをした離れに忍び込んで鉄砲で人を殺して逃げる工夫はあるめ。その通りだよ、滝五郎親分。平次はそれ以上に争う意思がないらしく、滝五郎の不服らしい顔にも構わず何やら考え込むのでした。その日のうちに検死が済んで、次第に弔問の客も多くなりましたが、平次は伊八に注意して五六人の僧を呼び、ひっきりなしに経を読ませて町内中に知れ渡るほどの盛大なお通夜を営ませました。許せよ。その晩五つ半ごろ、生暖かいのに覆面をした一人の武家が三人の友を連れて鎌屋の入り口に立ちました。いらっしゃいまし。どなた様で。門口へ出たのは三十前後の若い男。それは銭形平次の番頭になりすました姿だったことは言うまでもありません。拙者は昨夜参ったものだが、生命は申すわけに参らぬ。昨夜の約束の品を受け取りたい。鎌屋の様子のただならぬに武家もなんとなく心をくれた様子です。どんなお約束か存じませんが、主人半兵衛は昨夜急に亡くなりました。ご覧の通り今晩は通夜でございます。いずれ改めてご挨拶にまかり入れます。お名前とお屋敷を受けたままっておけば。それが申されぬのじゃ。噂には聞いたが、主人半兵衛はやはり亡くなったのじゃな。それは困った。武家は全く困り果てた様子です。大抵のことは私でわかるかと存じます。そのお約束とやらをおっしゃってくだされば。されば。武家は言おうとしてふと口をつぐみました。番頭に化けた平次の調子のさりげないのに似ず、その目も態度も一寸一分の隙もないばかりか、闘志が全身にあふれて
烈々と人に迫るものがあったのです。いや、その方に申してもわからない。主人半兵衛が案内してくれるはずであったが、拙者でもわからぬことはあるまい。ところで店の名前の入った提灯を一つ借りたい。へっ、お安いことで、しばらくお待ちを。平次は小僧に言いつけると、鎌屋の名の入った提灯を一つ取り出させ、明かりまで入れて貸してやりました。これでよろしゅうございますか。かたじけない。それでは借りてゆくぞ。町の闇に消え込む武家、他に三人の友と大八車が二台、わだちの音を殺して静かに静かに後を追います。